はい、えー。冒険家の皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、えー、あの、ブレイクアウトルームで皆さん、学習者の皆さんが、えー、っとですね、アクティブラーニングのようなことをしているときに、えー、教師がですね、えー、あの、見て回る暇がない、特に学習者が100人とかいるときに見て回る暇がないということをよく聞きますので、それにどういうふうに対応すればいいかということを、えー、ご紹介します。えー、っと、これがですね、あの、ブログに貼ってあるリンクと同じなので、えー これをですね、あの、まず開いてください。もう簡単に言うと、その、あの、ブレイクアウトルームを見て回るんじゃなくて、成果物をリアルタイムでモニターするという方法です。はい。この共有メモというのが、あの、リンクになっていますので、これを開きますね。で、そうすると、あの、このようにコピードキュメントというのがありますから、メイクはコピーをクリックしてください。日本語だとコピーを作成だと思います。はい。で、そうするとこのように出てきますね。で、この新しくできた、えー ドキュメントはもうこれは皆さんのオリジナルのドキュメントなので、オリジナルというか、その、あの、私が見ることができない、えー、こういうのドキュメントになります。コピーですからね。はい。で、えっ、ー、と、学生さんにこれを、あの、共同編集できるようにコピーするわけですね。で、そうすると、例えばブレイクアウトルーム1の人はここで書きますし、えー、ブレイクアウトルーム2の人は、まあ、この辺に書くわけですね。で、こうやってそれぞれのブレイクアウトルームで、えー、初期を決めて、 えー、その活動をしていることを内容を書くわけです。メモでも本当にいいと思います。でね。はい。で、これを共有するときに2つ、えー、注意しなければいけないことがあります。えー、まあ、この右上のこのシェアボタンが共有ですけど。えー、1つはですね、えー、これを、あの、このままコピーするんではなくて、えー、change to anyone with a link。リンクを知っている人は全員だと思いますね。えー、それを押さなければいけないということです。もう1つは、ここがですね、 日本語だと閲覧になってるかな、えー、だと思うので見、見るだけでは編集できないので、ここをエディターに変える。編集かだったかな日本語だと、えー。エディターに変えるという必要があります。はい。で、あの、もうここで、えー、編集できるようになったので、えー、このリンクをコピーするわけですね。はい。これをコピーして、そして段ですね。で、このコピーを、えー このコピーをですね、あの、ズームでやっているときは、ブレイクアウトルームの開く前にチャットボックスで、えー、先ほどのリンクを、えー、学習者の皆さんに共有するわけです。で、そしたら、えー、あの、ブレイクアウトルームに分かれた後で、皆さんがもう本当にですね、同時にこういうところに、えー、あの、書き込みを始めますから、えー、教師の皆さんは、ブレイクアウトルームの一つ一つを、えー、見て回らなくても、皆さんがちゃんと活動しているかどうかを、 え、モニターすることができます。で、あの、仮にですね、あの、もう全然進んでいないところがあったらそこだけを、あの、そのブレイクアウトルームだけを訪れて確認すればいいわけで、えー、ちゃんとその作業をしているところは確認する必要はないと思います。えー、o o m では今のところですね、50室までブレイクアウトルームを作ることができるので、えー、この,あのテンプレートもブレイクアウトルーム50まで作っております。はい。えー、このようにすればですね、 えー、人数が多いところでも、あの、アクティブラーニングをすることができますので、えー、ぜひ皆さんも、あの、人数が多いから抗議するしかないとかですね、えー、そういう方向ではなく、こうした形で、えー、ブレイクアウトルームを使ってくれればと思います。えー、端的に言うと、あの、えー、成果物をリアルタイムでモニターするっていうことですね。 はい。繰り返しますが、ブレイクアウトルームを一つ一つ見て回るのではなくて、成果物をリアルタイムでモニターする。はい。こういう方法でぜひやってください。はい。失礼します。